レオンです。今回は今回もメルカリの方で購入したこちらですね、腰痛ベルト、腰ベルト、サポーター、骨盤腰痛サポーターベルト、コルセット M の開封の商品紹介やってみたいと思います。今回もピョッとマユーの参加です。こういう感じで M サイズ、ウエスト77から87センチ、こういう感じで、これは自分が使うやつじゃなくて、うちのおふくろ用に、ちょっと腰が痛いっていうことで530円。これこの前紹介したグリーンのワニ革の長財布は俺のやつで買ったんだけど、あれと同じ出品者さんで一緒に買ったんですよ。これちょっとお見せするんで、実際にちょっとつけないんだけど、こうやって送られてきて、これ U パケットで送られてきてますね。あ、違うな、クリックポストっていうのだ。クリックポストも今日土曜日なんだけどね、今日は12月23日土曜日15時24分なんだけど、お昼11時ぐらいだったかな、11時過ぎだったと思うんだけど、クリスマスイブの前日ですね。クリックポストも関係ないですね、週末土日関係ないんだよね。定期以外と U メールだけは土日は配達しないんですよ。それ以外だったらクリックポストをほんとギリで配達してくれるみたいで、よかったよ。こういう感じですね。結構これの特徴がね、普通のサポーターうちの袋やってるんだけど、これは中になんか鉄かな、なんか入ってるんですよ。ここに、ここ見えますかね、これ 1,2,3,4、 反対側にもこうやって、でここ4箇所、計4箇所、これが結構効くらしいですね。こういう感じで、あんまりちょっと長く取れたくないから、こういう感じですね。これで動画ちょっと終わるか、短い動画だけど、ちょっとスピーカーのこの昨日撮ったんだけど、 JBL フリップ4のちょっとサウンドテストちょっと本格的に撮るんで、この白からサウンドテストやって、で今度黒やって、でステレオ JBL コネクトでペアリングして、ステレオでちょっとサウンドテストやろうかなと思って、 iPhone8 プラスとかもペアリングして撮りたいんだけどね、ちょっと時間があるかどうか、あるとは思うんだけど、はい。今回はこの名前がちょっとこちらですね、メルカリで購入したこの腰痛ベルト、腰ベルト、サポーター、骨盤腰痛サポーターベルト、コルセット M の開封&商品紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。スピーカーのちょっとやつ取らないといけないからね。はい、失礼します。